はい、遅くなりました。イケメン登場。ただいま登場。いやでもだいぶ早かったり。なんか快速にうまいこと乗れて、それでなんかカバーとついてなんか、うん、ちょうど6時につきました。うまいこと。すみません、お待たせしました。だからセスタさんの近くに通って、なんであんな通りがないから。だからタクシーの関係で、いろいろちっちゃな事件があります。スイカがおかしくなって、切符を買うためになり、完全にこれなんかずっとこれ僕の方向きっぱなんですよ。上タン塩を2人前。上タン塩が2人前。ありがとうございます。上カルビ塩を2人前。上カルビの塩が2人前。はい。三中。三中。はい。丸ごと三中。丸ごと三中。はい。じゃあとりあえずそうしますか。はい。お願いします。ネギ塩抜いて4つ目。はい。はい。何でしたっけ、いやでも12時ってことはないです、ね、お待たせしました、お待たせしました、ありがとうございました。そろそろじゃん、これ、ずっと緊張しちゃうね。そうそう、なんかこう、でこうどっち見ていいか分かんない。いやでも今ほら、多分飲んでるらしの番組ってほら、今やってきてる。お客様お待たせしました、こちら3人と、上から見に行きます。はい、上端子見に行きます。ちょっと大丈夫です。あ、おお、焼きます、焼きます。和蔵さんの時、取り寄せたんですよ、肉を、漢字の肉を。ああ、なるほど。ずっとそうですよね、下着の映像でしたもんね。和蔵さんは自然に、なんか、酔っ払っている感じです。ひっくり返したくないですね、これ。僕、なんか、でも、うちの嫁はもう両面しっかり入れないと怒るから、いつもここに来たらあれだけど、僕はもう片面だって、おぉ、いいですよ。おぉ、ネギだ、ネギだ。おぉ、これ伝わってるから、この柔らかさが。いただきます。うまっ。これちょっとなんか、もうあの、引火するあれですよ、ちょっと。おじさんがこう炭水化物を食べなくなって、でも今、何年ぐらい？今4年目ですね。4年と4ヶ月。持つんですね、こう別にこうお腹が空いたりとか。あ、もうね、もう全然大丈夫ですね。逆にもうラーメンとか見るとね、もう食い物と思わないですね。単なる炭水化物と脂肪みたいな、そういう感じですね。もともとラーメンとかお好きだから。大好き。ラーメン餃子とか大好き。でもそうこうやめたきっかけってなんですか？いや、あのデブですよ。そうだったんですか？3世の前で言うのはあれですけども、僕70がマックスだった、うん、で自分のなんかね、どっかのスーパー銭湯とか行ってね、うん、鏡に映った自分の姿を見てね、うん、俺死ねえやつ。この鏡って大事らしいですよ、うんうん、その時ね、あの風呂場に鏡なかった。そう、うっぷれ鏡たまにあるじゃないですか、あの目が縦に入ってて、はいはい、シュッて映るじゃないですか。前
いた予備校の柏の校舎がうぬぼれ鏡で、みんなね、あのトイレにでかい鏡がこう手洗ってあって、多分全員うぬぼれるんですよ。だからあそこのね、校舎の女の子たちみんなね、もう日々、もうこの予備校のある部屋地獄で、やっぱよく映ってた。まあ、結構割り切って、あれだ目が縦に入ってて痩せて映る。鏡体重計って結構大事。そう、測るだけでもね、そうだ、全然違う。不思議な時だよ、なんかこれも結構食べちゃったから普通に太ってるんだろうから痩せてる。だってありません、結構なんかね、お酒を飲みすぎていっぱい食べて覚悟してたら、あれなんで減ってんの。肉って意外と減っちゃうことありますね。ですよね。残らない。うん。最初にやっぱり結構ね、カロリー使いますもん。おお。おお。おお。すごい。上の方から仮面の子をアクセスした。一個仮面の子、ラム、シマの子。おお。こちらにとそれぞれ。上からじゃ。一棒ですね。おじさん好きそうですね。うん、赤肉。ねえ、このね、赤肉いいっすよね。いちごです。いちごです。いちごです。今森先生の顔に思いっきり肉肉かぶ。肉かぶ。いちごです。いちごです。失礼します。ね、塩ですね。はい、して。あ、うん、あ、本当にうまいわ。赤身やっぱいいですね。串カツみたいなやつを食べる。串カツは OK ですよ。あ、油はじゃあ大丈夫なんですね。油もね、まあ本当は油の質によるんですけどね。ちょっとこう、なんかこうイランイスラム教徒肉はいけるけど、はい、そうですね、これはいけるけど、これはいけないみたいな。はい、大丈夫です。はい、じゃあ、うん、ちゃんとこれ水平保たれるんですね。これはそうなんですよ。すげー便利。これ、うん、あ、これは便利ですね。すごい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 。仕様でどういうやつ仕様なんですか。仕様です。すごい。それはいいな。これはすごいですね。感動してます。いや、なんか最近はね、なんかこう。素人の人が、まあ、そのカメラとかものを持ってるので、初めては、ね、この CM のカメラとかやってるので、だから結婚式ビデオとかたまに頼まれてたりするので、素人が撮ってくると必ず家族に必ず動画を撮ってくる。例えば撮られるともうすげえちっちゃいなって、まあ、必ず横で撮られる。で、あとカメラはそうどれだけ横ブレをしないかで、レンズが大きいかだけが重要みたいな。ですね、解決されてるんですよ。ね、なんかやっぱみんなやったら傾けたがるんですよね、うん、僕は傾いた写真が僕ちょっと得意じゃなくて、うんうん、これ今ね、あの歩きながら撮ってもほとんどブレない。ああ、うん、ああいう風に思ってあれはね、もうねブレるしかないですよ。差がいいですね。ちゃんと映るかな。逆光なんですよ。逆光なんですよ。いい映る。何かお飲み物ご用意しますか。ジャックダニエル。ジャックダニエル。はい、かっこいい。ハイボールのことが出てこなくなる。確かに。ドンペン。ジョンペン。ジョンペン。ハイボールっていうか、なんか何しますかって、またそこにリセットされるから、もうジャックだけで言っちゃった方がいい。ジャックで。
セツは何ワイン派なんですか。最近ここ10年弱くらいの飲み物ですね。まあ白でも赤でも日本酒はギリギリですね。まあ酔っ払うのでで飲むぐらい。焼酎は飲まないですね。あ、そうですか。焼酎ウイスキーとかは全然です。あ、頑張って飲む。僕の蒸留酒があんまり得意じゃなくて、その醸造酒の方が、僕もね、そうだったんだけど、やっぱり蒸留の方がいいから、買いからね、味覚変わりましたね。もう今蒸留酒ばっかり、慣れですね。味覚まで変わるんですね。確かに炭水化物を過度に取らなくなっていると、その醸造酒の炭水化物っぽい感じを感じる可能性がある。すごい今過敏になっちゃう。だからライザップだから、酒は飲んでもいいけど、醸造酒は食べても醸造酒を飲めるんですね。この人はカロリーすごいですね。糖尿病の多いね。食べるっていうか、一番の原因みたいなんですね。スペインとか行くと、足痛風です。糖尿病で。へぇー。食べちゃうね。義足になってる結構。ほんともっと食い込みたいっすね。今年も目標もそこかなっていう。経費がかからないことで、経費とコストがかからないことで、なんか食い込むようなことをちょっとやっていかないといけないのかな。どんな些細でもこう、リターンがあるからね。やっていくじゃないのかな。坂田チャンネルの開かない。猫はね、猫上がりますよ。あれですね、猫すごいですよ。まあ、トラだけがカメラ映りはいいんだけど、あとみんなもう抜けると嫌だよ。だからおじさんのとかの爪切りでね。名前何ちゃんか分かる？知ってますか？アレクさん。あ、そっち系？なんだろう、ね、あの予想しながらもう、マジですか。これはね、じゃあ世界史と関係ないですね。じゃあ絶対出ない。なんだろう、日本語ですか。日本語です。日本語はね、ひらがなが合いますね。ストレートにもう玉とか、玉だとほら玉三郎とか全然あの花の名前です。四文字。タンポポの味さ。いいかもしれない。なんか形状が今治です。そう。お。あ、すごい。だめだ。じゃ夏生まれらしいんで。夏生まれは、色的にはひまわりっぽい色ではないですね。そう。白黒ですね。いや、茶色ですね。あ、茶色だ。ちょっとアビシニア入ってる。だからそのデータが多分その1匹のデータ、こっちからいっぱいいるじゃないですか。あの、粉五郎と金四郎はもう足も手も金のずっと平均です。もうタマなんかもう、無理だけ切った日にはもう2、3日顔出してくれないぐらい。ないもうお前のことは信用できない。だからやっとなんかあの信頼関係が出来上がってるから、タマはね、本当に、
抱っこも嫌だ。抱っこはあの向こうから寄ってくるけど、あんまり嫌がりますね。嫌がる。で、トラはあの寝てる隙に着る作戦があるんです。そら、立ってそう目が開けたくて、お前もそして俺も爪切ってるみたいになって、トラとかあったらまたパッパッてこうやってくると、急にブーって引っかき出して、お前切ってんじゃないかよみたいな。一番上の桃太郎はもう完全にあいつ の, あの親指の爪がバサッてこう、へぇ、針のように、へぇ、あいつの一番大変だった。薬を飲ましてもなんかあんな他の猫はバカだから混ぜたら食べるんですよ。トラなんか入った口に放り込んだらもうモーブンとか食べちゃう。桃は入れたらこうだから周りのコーティングだけ食べて、こう遠心力で、すげえ、すごいっすね、すごい。多頭飼いだとその口に他の猫が食べちゃうから、数を自分だから指が穴だらけになることを覚悟して、物を口に入れてとか言って、物を食べて、お前のためにやってんだよって言っても変わらないですよ、変わらないです。全部性格が。後ろ一番もうなんか自分からもう出してるし、ただこう長くこっちに、あと家具をめちゃくちゃにしますね、今は。ちっちゃい時はカーテンに登って、ビリビリにしたんですけど、丸顔の桃太郎とか虎次郎の家具に悪さらし、壁紙をせいぜい剥がすぐらい。もうあの玉三郎と藤代でもうソファーめちゃくちゃ、なんでここまでお前はやんなきゃ気が済まないでもうバーって枠も取られて中の木が見えて木も相当です、すごい。まあでも新しいソファー買ってまだ一月半ぐらいしかしてないのに、もう綿が出るまで時間の。なんでこいつらあんなことすんだろう。まあやっぱ顔が丸いやつだな。そうですか。なんかやっぱりあの人相的に。人相。なんかあの丸顔の方が人間でも穏やかとか言います。 V 字のなんか3番目4番目あるんだよっていうのがあるクマの方が分からないですよ。ペルシャネコ毛で、そう毛すごいですよね。毛でやっぱ丸く見えるんだけど、もしかしたら骨格を飛んだってなんかこう風格がすごいですよね。勝慎太郎が出てきて、ご飯は何でも食べますか。いや、基本キャットフードしかあげないから、人間のはあげない。だからキャットフードもいろんな種類ある、基本ドライです。最近ドライだったんだけど、あの V 字の認識がドライだと嫌がるんですよ。催促してくるから、それでベッドも入れる一方で、でこだわりが出てきた。味覚えるんですよ、下が濃いね。いやー、だから生サブローがこう匂いが、まあ、これも食べないような態度で示しても不適されるけども、なんか別のところから運んだ程度同じの持ってくると、これを待ってたみたいな、同じなのに夢中になって食ってるもうバカなんじゃないの。あのちょっとした演技力に負ける。かわいい。野菜食いますか。あの猫食べる。いや、猫が食べる草とか食ってるじゃないですか。あれをなんか何毛玉が取れるとか言うから、買った時だったら。まあ一応あの授業では桃太郎は頭がいいって言ってるけど、あれ実はバカで、これしか生えてないんですよ、草が。
こうやってね、隠れてるつもり。ケツとか全部見えてるのに、ずっとこうやってね、隠れたつもりになってて、見えてるんですね、横を通ると、ガッ、ガッ、やって、お前だって、隠れてないよ。で、食べてくれないですよ。それを、他の猫もたまにそれやるんですよ。隠れてるつもりになって。猫同士で、もうお互いに草君の方から向かい合ってみたうちのね、野菜バリバリ食いますね。へぇー、なんか、うん、個性だよ。キャットフードにそれ野菜が入ってるって書いてあるのはあるなんだよ、わからん。冷蔵庫の野菜室を開ける音で飛んでくるんです。へぇ、人間の食べ物に興味は示しますね。ああ、なんかこう、ただなんか食べてましたって来ますね。あれで分かれるんですよ。モモとクマだけがなんか食べ始めるとこう顔があるんですよ。他のやつは人間のクマっていうのは丸い方、一番上の丸顔のやつと、あと一番下のペルシャのやつ、一応公式にいるっていう手が、モモはなくなってるんですよ、実は。2015になくなって、これのクマが入れ替わって入ってるんですけど、なんかね、あれ、ノリを作ってるんじゃないかって、ちょっと似てるところが違うところに、人間のものを食べるとか、あの、どうしようか。じゃあ、ジャックだね。じゃあ、僕ので同じ、はい、じゃあ、ジャックです。はい、白目は、そう、だから表情が逆に、だからクマなんか、たまに悪さして怒るよ、チュッと睨む。お前、忘れねえからな、それノリノリとか、うーって。目を合わせますよね、必ず。それはね、トラが一番。わざと無視してるんで、どんどん結果に、目の前に来て、何やとかで話しかけて、トラはやっぱりみんな一番人気なのかな。あんまりなんか争い事はしてもおとなしいし、機械さえ加えられなければ逃げないし、トラレシーブ、レシーブだから、スペインとか旅行行くときにうちの親に面倒を見てもらったんですね。そうすると、クマも出てこないと、もう、ベッドの裏に隠れてて、いなくなったら、そう訪れてご飯を食べます。じゃあ、これ何やんの？はい、もう。今日から空いてるグラス、お茶飲みしちゃいますね。だから、モモしかいなかったときは、ペットホテルに入れても大丈夫なの。あんま適応してるんですよ。こういう体勢でね、他の犬とかがいるような、他の動物を眺めて、笑ってるんですよ。余裕なんだけど、トラも預けようと思ったら、あいつは暴れて、タクシーの中で口から泡吹き出したから、これダメだと思って。で、獣医さんに言ったら、ちょっとそのなんか乗り物酔いみたいなので、そうなる子もいるからね、この子ちょっと精神的に寂しがりだから、ちょっと絶対やめた方がいいですよってなって。日本は適応、どんな人が来ても、なんかとりあえず寄って行って、あ、こいつご飯くれねえなと思ったら、いなくなっちゃう。一つ不思議なのが、机を引き取ってもらったじゃないですか。その業者の人が来て、最初見積もりに年配の人が来て、じゃあこれじゃあいくらになりますんで、じゃあこのところで持っていけばいいんですね、お願いします。じゃあそれを運ぶために若手が来たんですよ。急にモモが切れ出して、それね、なんだお前、ね、
って砂とかをバーッとその下にかけて、もう出ていけっていう、もう攻撃をやるんですよ。したらその年配の方が、さっきまでこの猫を僕に近づいてたら二度やから、お前のせいだよこれは。お前なんかおかしいんじゃない若い人にやっぱり反応するんですけど、みんな誰が来ても平気だったんですよ。トラは逃げる。多分なんか、でも猫って冷静なもの見えるって言うし、なんか変なのがついてる。彼普通のね、いい青年だったんですよ。ただ一人で怒ってた。なんかこう、僕が邪魔な時は座ってて後ろのベッドに行きたいっていう時に交渉してこないとか、トラとかはちょっと開けてくれよってもらってるんで、一回なんか上半身裸だったり裏座ってたら邪魄だったんですけど、もうしょうがないこいつに体当たりするしかないってももが判断したと思って、バーンって続きみたいなので取られて、でもほら声は出なかったんですよ。そしたらその爪でガーってこうしがみつきながら足を踏み合ってこう縦に先決ですよ、4本ずつ検証で、さっき嫁向いて今もひどいよ、もうあれそうだよね、すごかった。ジャムが頭がいいとか言ったけど、その悪いことをするから、なんか蛇口、水道 の、 水の出し方を見て覚えた。ドアをどうやって開くのかって全部観察して、開け方とか閉め方とかなんかで、あとは猫がその4匹になった時に司令塔に立つ、なんか起きてくれよ、朝ごはんくれよってみんな言いに来るんだけど、もうはなんかこいつは落とせば起きるって思うんで、バーンバーンやって、したら、ももが見たらこっちの目見ながらバーンとかって落とすから、もう消さないですよ。そんで起きてワンワンワンとかったらバーンっていなくなって、でご飯が並んだら何食わんのかってふーって出てきて食べ出す。窓開けた、空気のあれで、そうすると窓開けて、こう網戸までやると、なんかその風が好きですよね、V字の、あいつらは。網戸は開けたりして、それ開けると嫁が嫌なんですよ。絶対外にこいつらバカで出るし、2階なんで、なんかまあ、ももがいたときなんか、あいつ運動神経がないから足を踏み外したりとか、それが変だっていう。うちね、7階なんですけど、自分で窓開けてジャンプしてるんですよ。下に行っちゃう、下まで僕がいなかったんで、帰ってきたらそこだけ開いてるの、小窓が、いないんですよ、あと思って死んだと思ってご遺体を探しに行ったらいないんですよ。で隣に歯医者さんがあって、なんか歯医者さんのね、車 の、 リアガラスが割れてるんですよ。相当な衝撃なんだろうなと思って、ちょっとその時僕が混乱してたから見つけつかずに、まあ無事に逃げたと思って、猫を探してますってポスター作って近所 の、 電柱に貼ってもらってたんですよ。あとご近所にちょっとこの猫見ませんでしたかって言ったら、歯医者さんの奥さんがうちにいるわよって。お庭のエアコンの室外機の下にいたんですよ。で、車で着地した。まあうちらしいもうどう。7階から見るとね、こんなちっちゃいんですよ。ガラスがそこに落ちて、でガラス粉々になったから、その衝撃をする、なんていうの、
緩和してくれたんですか。助かったらしくて、ちょっと胸打っただけで、生きてます。怪我とかも特になく、特になし。そう、人間版でもありましたよね。だいぶ前だけど、なんか飛び降りたら、あの自殺しようと思ったんだけど、タクシーかなんかの、屋根に直撃して、もし当たるとやっぱり、めちゃくちゃ硬いものないんですよね。結構あの車へこんで逃げてるんですよ。だからもしもその助手席の誰もいないところにその人が落ちてきたから、タクシーがへこんで終わりだったら、その車の運転手の方に落ちてきたら、ちょっと、タクシーの運転手さんは危なかったらしい。池袋だよ、池袋だよ、池袋で通行人の人が2人とも亡くなることは、だから人が人にぶつけることはある、木とか物とかね、とりあえず衝撃を緩和するものに当たれば、その会社の車が外車でですね、高そう、ドイツ製の何かっていうのも、ものすごい。あの修理費を保険とか聞かないから、ね、そうですよね。そこまでは保険用さすがにね、想定しないですよ。ってこないもんだから。それは正直に言わなきゃいけないもんだね。なんか。まあ状況から明らかというかもそうと思う。なんか面白いですね。あのそこまでバカじゃないし、うさぎ昔飼ってた時はやっぱり本当にバカだなと思って目がもう横についてるし、前から見たら目がないし何も喋んないし、能力は全然違いますね。やっぱりあの狩りをする動物は賢い、馬も目が横についてるけど、あれも賢い、あ、馬は賢いです、なんか気に食わないやつが乗ろうとすると蹴飛ばせてる、金川浩二が最高の乗り物は馬だって今テレビで、馬はね、ものすごいあのデリケートですね、繊細、臆病です。馬に乗っても昔は戦争が行われてたから、それはやっぱ集団心理で、馬もドワ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 群れみたいな感じで、やっぱ一応一斉放牧進むし、もともと群れで、あの活動してるから、それをうまく人間が使ったんでしょうね。なんか我々が知ってるそのドラマとかで見るような馬じゃないじゃないですか、昔、そういう時でもそういうことをやったんです、モンゴルとかで、だからモンゴルなんかは5、6頭の馬を一緒に連れて行って、で、あの人間が乗った馬が疲れたらすぐ乗り換える、普通にあのロープをつなげなくても一緒に行く、すごいな、ああで、こう交代交代、馬はちょっと遊牧民のことを教えるために乗馬クラブで通ったりしてる、だから、乗れますよ。いろんな馬乗りたがってきて、北海道とか旅行に行くと、乗るのがまた一苦労は結構高いじゃないですか。高いです。で体硬いから、足を開いて、やっとこさ乗っても、嫁と僕が行ったら、馬が両方とも同じ賢さの子がいるんですよ。ちょっと悪めと、いい目がいたら、男の方に悪いの渡してきゃいいやつが、うちの嫁のは運動神経があるから、あっちのは適応するんですよ。余計差がついて、自分が操縦してる馬が草ばっかし食べて、もうあの言うこと聞かなくなりだすんですよ。
するの下手なの。スカイダイビングは一度やってみたいですか。あそこまで高いと飛行機でもこう見てもさ、むき出しになって、だから守られてる感じのジェットコースターとかそんな大丈夫なんですよ。日頃の行いにそんな自信はないから、神様に罰を当てるチャンスを与えたくないから、なんかあるじゃないですか。だから飛行機乗るときは墜落が一番怖いですよね。あの瞬間すごい心の中で謝るんですよ、神。墜落っていう道を選ばれたら、もう逃れようがないじゃないですか。そういう時に周りに。人探すんですよ。これ俺を一人罰を与えるためにこれ落としたらちょっと神様やばいんじゃない、罪が重いよみたいなことを言うと、もう一回なった瞬間神を脅すという、悪人面ばっかりの時があってやばい、これ落とされたかもしれない、そしたら金融関係でどうのこうのとか、でももうこれはダメだ、これはもうピンポイントでやられる可能性がある。だから積乱雲とかね、あん中入ったのバラバラになるのがするから、出るから、これが模擬セカでどのくらい、どういうふうに編集されてるかこれは難しいですよ、ほとんどカットです。結構際どい話しましたもん、ほとんどよ、ね、際どいのは あれはやばいですね。あれはカットしました。はい、ということで、なんかサムちゃんとする感じで、ね、グダグダになりましたが、はい、以上でございます。はい、じゃあ最後一言挨拶を、はい、お願いします。また文字セカに僕が出ることがあるかもしれませんが、ね、その時は、はい、ね、一つよろしくというところで、坂手チャンネル、ね、猫動画。猫チャンネル、猫チャンネルね、リクエストお願いします。はい、はい、あ、こっちも、はい、じゃあ僕から、はい、エルビコの人たちは皆さんが思っている以上に超仲良しなのでこの仲良しぶりで仲良しぶりで世の中を席巻するから、まだまだこれからですよ。じゃあよろしく。次の授業はその肌色の割で大丈夫。じゃあどれぐらい仲がいいかって補足すると、2日連続で飲んでますからね。下手したらみんな2日連続来たいっていうね、そういう勢いでしたもんね。本当にこの結束だけはもう世の中のどの予備校にも絶対負けないんで、でほぼ哲也さんが言ったことを全然なぞってるだけですけど、まだまだ起こせる旋風はたくさんあると思うんで、ぜひ N 予備校にこうご期待。はい、はい、ありがとうございました。どうもでーす。はい、はい。